どうも、三井と申します。というわけでね、フォールガイズ、今めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。ただね、PS4 とパソコンでしかできないんですよ。だからね、携帯でね、気軽にやりたいなと思ってね、この間ね、Apple Store でね、調べてみたらね、フォールガイズじゃないんですけど、フォールガイズをパクじゃないな。リスペクトしたね、非常にリスペクトしたゲームがね、たくさん出てきたので、ちょっとね、今回それを紹介していきたいなと思います。まずね、Apple Store の検索窓で、このね、フォールガイズと検索しましたらですね、なんかね、すごくそっくりだけどフォールガイズじゃないゲームがね、1個や2個じゃないんですよ。めちゃくちゃ出てくるんですよ。もう全部どう見てもね、フォールガイズパクじゃないな。うん、リスペクトして明らかに本編で見たことあるもんね、このぐるぐるのやつとか。もうロゴとかファンフォーリングガイズ、もう一緒じゃん、ほぼフォールガイズじゃんね。これクイズゲームですし、クイズゲームでなんかもうほぼロゴ一緒だぞっていうね、キャラクター一緒でしょこれ、もほぼ一緒、見たことあるなこの蜂の巣みたいなやつね。このキャラクターとかもなんかね、これはまあ色合い以外はまあ割とまだ、いやオリジナリティ出てないかな。いや色合いとか完全そうだよね。これロールプレイングなんですか、フィリップ・フォールガイズ。いやフォールガイズって言っちゃってるけどね、これはまだかなりオリジナリ性ありますね、オリジナル性が。いやまあね、だからすっごいまんまじゃんってものもあれば、まだ検討してるなっていうものもあり、なんかね、まあいろいろとか、車版のフォールガイズですかね、これは。いやでも、出すぎでしょ、ちょっと。あ、この辺だってことだいぶ違ったかなと思いきや、まだ出てくるっていうね。いや、1個や2個ぐらいね、あるかなと思ったんですよ。やっぱりこう、流行りもんってみんな乗っかりますから。ありすぎでしょうってことでね、まあ、本日はねこのフォールガイズをね、パクじゃないな、リスペクトしたゲームをね一つやっていこうかなと思います。はい、だけでね、フォールガイズをねリスペクトしたゲームの中から今回はね、このシリーレースというものをやっていきたいと思います。まあ、シリーレース、まあ、直訳するとバカげたレースということですね。ちなみにですね、このゲームもう気づいてる方は気づいてると思いますけど、音がありません。これは特にね、設定とかで音が出るようになるとかじゃなくて、レビュー見たらどうやら音がないみたいです。なのでね、こっからちょっとあまりにも寂しいんで、適当にね、ちょっと編集で BGM つけていきたいなと思いますけどもね、まあ、僕はこの無音の中ね、このね、非常にリスペクトしたゲームやっていきたいと思います。あれ、どうやるんだ、あ、これをなぞればいいの、あ、始まった、ちょっと音がないからね、急に始まった。ちなみにね、この別にオンライン対戦とかじゃなくて、敵は全部ボットみたいです。まあ、ちなみにルール説明とか何もなくいきなり始まってんだけど、フォールガイズと同じように、この目指すでいいんだよな。フォールガイズと全く同じ仕掛けありますね、この辺。これ全く同じじゃね？これ、ちょっと当たったらどうなんだ？意外と当たらない？なんか普通に直進でもあんま当たんないぞ、これ。いける？あ、なんか割とあっさりクリアした。お、なんじゃこれ。あ、急に広告で、これもパクリゲームじゃねえか。パクリとか言っちゃった。リスペクトね。リスペクトゲームの広告でリスペクトが出てきた。はい、というわけでね、まあ、次のステージもね、まあ、非常になんかよく見たことのある仕掛けがありますけど、まあ、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、音がない。これ、ジャンプボタンとかわかんないけど、何？ジャンプできんの？あ、勝手にジャンプしてくれた。結構しかも跳躍力ある。あ、ちょっと、やめて。あ、でもなんか、なんだこのぬるい仕掛けは。ぬるい。ちょっと待って、このキャラ、操作性がなんか、いいんだか悪いの、でもなんかクリアしたし、クリアしたと同時に食い込むようにこのすごい食い気味に広告が入ってくる。さて、サードステージ、これもね非常によく見たことあの仕掛けがっていうか、もうあの玉の仕掛けもかぶってるけどいいのか。ファーストステージと早速やっていきたいと思う。お、ちょっとやめろお前ら、ちょっとここに来て邪魔しに来よったのお前ら、ちょっとなんだろうな、こう、あ、なんか お前邪魔したか今。この野郎。行くぞ。やべえな、これ。結構出遅れてる。あれな、人にぶつかったらなんかこう、動きが非常に悪くなるというのは。本家さながら、どっからやり直しこれ。あ、なるほど、なんか。ね、この、復活速度がってか、吹き飛ぶ幅がでけえな。これ一発でアウトだな。当たったら。これは、ちょっと。あ、何これ、終わったの。はい、というわけでね、なんかコンティニューしたら全然違うステージに出てたんですけど、これはなんか本編内オリジナルステージがなんか出てきたんですけど、やべえ、ちょっと面白そうじゃないか。ちょっとやってみますか。あれがね、このスタートの音がないから、なんかいつ始まったのかよくわからないっていう。これ、なんだろう、どう避けるのが正解なのかわからん。ちょっと、なんかこう、もう一つなんか奥行きがあるようでないようなあれだから。
でこっからどうしたらいいんだ。これは避けて、あとちょ、なんか勝手に歩いちゃったやめて。ジャンプボタンがないから、なんかこうね、なんか勝手にジャンプしていく感じの、このおお、ちょっとお前ら、ちょっとお前らコンピューターなんだから適当に、ちょっとジャンプはしてくれない。ジャンプボタンなんかあんのか、ちょっとわからん。このゲームマジで説明がちょっと足りないと思うんですよね。ちょっとだからお前なんやねん、負けたらしい。わからねえ、なんかいかがですか、もうクソもないわい。ジャンプしてくれる、オッケー。ジャンプする条件みたいなのがよくわからんので、これはいけたんじゃないか。おお、あー、なんか食い気味なんだよね毎回広告が。はい、というわけでね、レベル5来ましたけど、なんかこうレベルいくつまでやったらクリアなんですよねこのゲームは。なんかよくわからんし、なんかもうステージのなんかこう新しさもなんかそれほどないというか、ちょっとこいつらがなんか積極的に邪魔してくる。こうお前ら全コンピューターだから、なんか全俺の敵の可能性あるよな。おっと、よいしょっと、これ本編にもよくあるやつ、通ってボールが、ね、サッカーボールとバスケットボールと来ましたね。はい、俺の仕掛けはなんか大したことなさそうだなんかこのステージはやけに簡単っぽいな。うん、俺1位じゃね毎回こう、もう毎回ここが食い気味だよというのもなんかよくわかんないけど、なんか変なエッチゲームみたいななんだよこのゲームは。このゲーム気になるよ。このゲームは何なんだよ。さーてと、いよいよ本当に何レベルまでやるのかよく分かんなくなってきましたけど、まあとりあえずね、頑張っていきたいと思います。なんか俺逆走して、ちょっとやだよ、逆走はやめてください。あん、飛びすぎだってこの辺はなんかこう本家よりパワーアップしてますね。はい、おー、近寄ってくる。おー、てかこのなんだろう、四角からなんかこう仕掛けがやってくる感じがしますね。はい、おー、なんかわかんないけどクリアしたらしい毎回なんかクリアおめでとうとかの前にこの広告が来るからさて、ぼちぼち終わんねえかなというね、本音とも本音じゃないとも取れるような発言が出たところで、まあでもこのハンマーの仕掛けはね、なんかこう新しい仕掛けですかね。よいしょっと、これ横通ればいいのか。なんかこう、あ、なんかこのハンマー起動が遅いな。でこれは普通に横を通ればいいんじゃないかなって思うけど、お、なんかまた見たことないしか、ジャンプしてくれな。これはなんだ、もうモチーフが何かわからん。あ、やべ、これはどのタイミングに、あ、後ろ通るのはダメだな。なんかスーってなんか歩いてない、あいつら。スーってスーって歩いてる人いるよね。スーってスーってなんか滑るように歩いてない。あー、なんかハゲが出てきた。このハゲはでもなんか広告とかでよく見るな。はい、というわけでね、まだまだありますよ。なんかこう劇的に変化があるわけでもないわけでもないくみたいな、なんかこうなんかね、なんかこう、あ、でもなんかあれですね、これはあれだな、フルーツが落ちてくるやつのパロディみたいな、一発アウトなのかよあれでも一発食らうぐらいは許してくれたぞ本編でも。フルーツ一発食らったらこれアウトだ多分。そうで、その後に、まあ、これも当たったら一発アウトなんだろう。その辺がねかなりシビアなんで、お前らうめえな。よいしょっと、おしおし、俺もだんだん慣れてきたぞ。彼女の病気はじゃないよ。僕の予感としてだったらレベル10いったら終わりなんじゃないかなと思いますけども、だからレベル10まで頑張りたいなって気持ちあるんですけど、レベル9が急になんか難しそうじゃね、これ。これなんかすごい、なんか急にごちゃごちゃしてる。こんなになんかこうごちゃごちゃしたものを、あ、ちょっと、え、進めねえんだけど、お前ら、ちょっとどうするこれ。おーしょっと、いけた。で、すごくよく見た仕掛けがありまして、頑張れ俺、いけー、頑張れ。お、このちょっと前のあのなんかちょび毛のハゲがすごい邪魔だったんですけど、ちょっとお前ここてか全然人数絞られてなくねこのゲーム。今考えたらすごい生き残りすぎじゃないみんな。はい、というわけでね、レベル10、これおそらく最終ステージなんじゃないか。最終ステージ感ないけど、っていうか全然みんなバリバリ生き残ってるけどね。
本当にすごい、めっちゃ生き残ってる。生き残り性サバイバルみたいな部分はないんだろうな、このゲームね。なんか難易度もなんか劇的に上がるわけでもなく、なんかこう新しい仕掛けがすごいあるっていうわけでもなく、おーしょしょしょ、はい、クリアした。これが最終ステージだったら、でも逆にどうだろうねえこのゲームなんだこのゲーム気になるけどなこれは何だろう、何のゲームなんだろう。というわけでね、レベル11があったんですけどいつ終わるんだろうちょっともうそろそろいいかなって気になって、もうね多分この動画もう誰も見てないでしょ、もうここまで来たら。ちょっとだから次ってラストっぽくなかったらちょっと終わりでいいっすか。ちょっともう僕も疲れたんで、ちょっともうなんかあのね、パチモン GO の時になんか似てるな、なんか空気感としてはなんかこうだんだん興味になってくるっていう。最初のうちはね、なんかこうなんかこう新しい発見とかもねちょっとあって、なんかこう楽しみじゃないけど、なんかこう興味本位みたいなのは湧いてくる自分もいたんだけど、もうなんかほら興味でしょ、別に難しくもないし、ぶっちゃけ言うとぶっちゃけ言うと難しくもないし、ほんとリスペクトゲームの広告にリスペクトゲーム出るし。というわけでね、全く終わりそうにございません。レベル12まで行ったけど、果たしてね、何レベルはねあるのかちょっとわからないですけども、ちょっとねちょっと動画としてはこの辺で終わっていきたいなと思います。特にそんな新しいあれもないので、というわけでね、やっぱねこういうのやるとやっぱフォールガイズってすごいよくできてたゲームなんだなということをね、感じますね。というわけでね、このフォールガイズリスペクトしたゲームね、今たくさんアップルストアにね、ありますので、まあ、基本無料でねプレイできるので、もしねすっごいもう絶望的に暇だったりしたらやってみたらいいんじゃないかなと思います。みつみついの謎ゲームを発掘してみようのコーナーでした。どうもここまでご視聴いただきありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。